打数で7安打4割1分2厘を打っております。今日のスピンはフォアボールに三塁ゴロ、3回目の打席であります。しかし何度も言うようですが、まとめて点を取られるよりもじわ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 点を重ねられると、これは応えますよね。そうなんです。もう守る時間が長くてね。そうでしょうね。大変なんですよね。はい、これはどうか、三遊間ヒット。ジャイアンツ、これが4本目のヒットであります。ノーアウトランナー1塁。そしてバッターボックスにコードが入ります。しかしこの試合を落とすと、荒川さん、ジャイアンツちょっとね、もう本当に苦しくなりますよ。苦しくなりますよね。この後しかも高良研究場で太陽との3連戦を控えております。ですからね、今度はね、もう追われるって言ってもね、逃げる差ぐらいになったら、もういやもう本当お尻に火がついたような感じですからね。そうですね。ましてやね、もうゲーム数も少なくなってきてですからね。はい、ですからこれからの取りこぼしってのは大きいですよ。はい、さあノーアウトランナー1塁でバッターは河野でやります。ただちょっとこのところ河野のバッティングの内容あまり良くないですね。そうなんです。ちょっと制裁かけてますね。やっぱりタイミングがうまく合ってないんですよ。だから思い切って振れないっていうことですね。そうですね。とうとう3割を割ってしまいました。昨日までが2割9分9厘であります。バッターの河野、7点も差がありますと、これはもうランナーを貯めるようかしょうがありませんからね。そうです。ですからもうね、あの長打が出るようなね、ポイントを待ってなきゃいけないですね。少し高めね、あの的を絞っておかないとダメだと思います。はい、あっと、これはショートゴロ、6-4-3のダブルプレー。当たりはジャストミートしました。真正面、いい当たりだったですよね。素晴らしい当たりだったですよね。これはちょっとジャイアンツについていないという感じです。何しろ守備で使ってる水谷のところに行っちゃったんですからね。そうですよね。さあ、そしてバッターボックスは土井であります。スタンドがどよめいています。ツーアウトでランナーがなくなりました。まあ今のところは思わぬ展開ですからね。そうですよね。本当に思わぬ展開になっています。7対0。放送席の山田さん、はいはい、ベンチサイドです。一塁元気に守っている大杉選手なんですけどもね、左の膝のですね、ちょうどお皿の横なんですね。それであの氷で冷やしてたんですけど、今のところですね、気力が痛みを抑えているとトレーナー言うんですね。それでまあ当人もぜひとももう一回打ちたいということですね。次のバッターボックスが終わったらあの引っ込むそうです。そうですか。はい、まあ、ちょっと話がそれますが、大杉選手実は明日あの保土ヶ谷の新居が完成しましたら引っ越しをするんだそうです。そうですか。まあ、ヤクルト球団は明日名古屋で、中日と対戦するわけでありまして、自分はまあ女房任せですというふうに言っておりましたが、さあここで土井にフォアボールが与えられまして、ツーアウトランナー一塁、バッターは山倉でやります。鈴木だって決して良くはないですからね。そうですね。得点は7対0とヤクルトが一方的にリードしていますが、まだ回は6回の表でやります。鈴木も今一つ状態が良くないだけにまだ展開分かりません。バッターは山倉、今日の主審は平子です。山倉は昨日までが1割7分という成績です。
おとといは荒川さんは久しぶりに先発マスクをかぶったんですけどね。そうですね。あっとこれはサンデラ、これはライトに入りましたね。照明に入りました。そうですね、ラッキーヒットですね。ラッキーヒットですね。昨日も一つあのライトのね、そうですね、柳田があのライトに目を入れました。見失ったのがありましたが ね、今の高い球難しいんですよね。あ、そうですね。照明が目に入りまして船田取れません。ラッキーヒット、2アウトランナー2塁1塁。そしてここで浅野に変えて代打に山本浩二が起用されました。今晩もまさに総力戦という感じになりましたジャイアンツ。昨日も代打に登場いたしまして鮮やかなヒットを飛ばしております山本浩二。まあ、ジャイアンツの左の代打陣というのは本当に強力ですね。そうですね、非常に上手くなったですねみんな。はい、今日代打の1番手が原田です。そして2番手にこの山本浩二が起用されました。今シーズンはホームラン3本ですが、そのうち満塁ホームランを平松から打っています。長打がありますからね、荒川さんね。そうですよ、怖いですよ、ここで。これもし打たれると今度は柴田ですからね。あ、そうですね。だから、まあ、ここでなんとか切っておかないとね、柴田に続くとずっと点が入りますからね。あ、そうですね、1番2番3番と怖いですからね。はい、代打の山本浩二、ヤクルトのブルペンでは依然として飯原がウォーミングアップを続けております。そして鹿島です。右側が鹿島でやります。しかしあの落ちる球じっくり見られるとちょっと鈴木も嫌でしょうね。そうです、ですからどうしてもバッターは高め狙わなくちゃいかんですよね。あー、ノーストライク、2ボール、これもボールです。キャッチャーの小屋がマウンドに行きます。やっぱりね、山田さん7点取ってもらったおかげでね、逆に気が緩んじゃうんですよ。あ、まあ、こうのでうまく打ち取ったんですけどね、ゲッツーに。そうでしたね、心配そうなヤクルトの指導陣です。2アウトランナー2塁1塁、しかも山本浩二のカウントがノースリーになりました。ボール、フォアボールでやります。ストレートのフォアボール、満塁。ツーアウトからですからね。そうなんですよ。それでね、まあ、7点取ってもらった、もう5回が済んだ勝利投手ですからね。もうね、そうですよね。今日もね、そういう風に、ね、感じると人間っていうのはおかしくなっちゃうんですね、気持ちが。あ、そうですね、2アウト満塁でバッターボックスは柴田でやります。今日は柴田ファーストライナーにショートゴロにセカンドゴロ。なんか柴田があの痩せたんだそうですよね。非常に痩せました ね、 ね、現在は70キロしか体重がないそうです。初球がボールです。ワンボールナッシング。今日まで柴田と鈴木は19打数で6安打、3割1分6厘です。打った、ファースト正面、大杉がキャッチャーを制してベースに入りました。ジャイアンツ2アウト満塁の絶好機を逃しました。依然として7対0であります。あ、今の一撃ですが頭を落っこったですね。ステップが早すぎたんですよ。ああ、そうですか、落ちる球を打たされてしまいました。依然として7対0。ここでジャイアンツはマウンドに塩月を起用するようであります。
さて6回の表のヤクルトの攻撃、現在7対0という場面ですが、このイニングは関根さんと一緒にね、野崎にお伝えしてまいりたいと思いますが、はい、クリーンナップを迎えるところ、現在のヤクルトの若松監督、現役の個人に、パワー界だって感じですよね。パワー界ですよね。ずいぶんスマートだったんですね、はい。そしてジャイアンツのピッチャーはこの回から4番手の塩月。懐かしいですね。ですよね、このピッチャーね、ずいぶん投げ方悪かったんですね。塩月、吉田というジャイアンツバッテリー、7対0とこう中盤でね、こんだけリード広げられてしまうと、ジャイアンツとしてもこれやりようがない場面ですもんね。そうですね、我々ベンチではゆっくりできますよね、逆にね。はい。赤松の今のバッティングですよね。ですね。これやっぱりね、ジョージ3割打つバッターですよね。はい。これちょっとね、他の人は真似られないですね。ですね。こういわゆるこうバットにうまく乗せて綺麗に運んでいく、はい、なかなかできないですよね。口で言うのは簡単なんですけどね、これ実際に打てって言うと無理なんですよね。はい。さあ、そして4番の大杉さん。若松3番、大杉4番ですよね。はい、そうですね。この頃の大杉っていうのはもうやっぱ怖いバッターでしたもんね。いや、これは怖いですよ。ホームランあるしね、打率も残してましたしね。これはやや高めのボール球に手を出してしまいました。懐かしいな、この顔は。キャッチャーこの辺山倉でしたね。申し訳ありませんでした。山倉ですね、はいはい。でこれ何、チャーリー。そうですね、マニエルですね。マニエルもなんかまだ細いなっていう感じが、ね、そうですよね。やっぱりね、みんなこのくらいの時はいいんですよね。そうですね、やっぱりどうしても太ってきちゃうんですよね。はい。体のキレみたいなものも、ね、あるんでしょうね、やはり体型的にもね。そうですね。いい打線組んでたな。若松、大杉、マニエル、そしてこの後また杉浦、大谷と続くね。そうですね。このオーダーならやっぱりね、6回ぐらいまで7点取りますよね。そうでしょうね。ちょっと相手のピッチャー悪いとね。この日の先発は西本、2番手隅、そして浅野とつないで今4番手の、ね、塩月なんですね。いや、よっぽどあれですよね、西本悪かったんですね。うん、そうですね。あら、松岡だ。まだこう懐かしい球場というね、はい、感じがしますよね、ここはね。あ、そうですね。あ、そうだ、土のグラウンドだ。全然分かった、僕全然気がつかなかったですが、巨人ファンが7点も取られて今やじってましたね。そうでしたね。ちょろちょろすんだとかね。ファーストは今大栄の、ね、監督の王さんですよ、当然ね。そうですね。この時のジャイアンツのクリーンナップは王、張本、シピンというクリーンナップです。ね、これ見てるだけでやっぱり一人一人の選手見とるだけでね、はい、懐かしいというかいいですね。今ですとあのぐらいの高さに投げるとちょっとね、揉めるかもしれませんが。あと特にね、マニエルすぐね、そうでしたね、すぐ揉める人でした。この野崎さんで、塩崎というピッチャーね、はい、
ドラフト、ね、3位ぐらいだったと思うんですけどね、随分期待されたピッチャーなんですよね。ただなんか本当の意味でこう花を咲かせずに終わってしまったなという感じがしましたよね。そうなんですね。こうクリーンアップを迎えてもちょっと苦しいピッチングが、ね、続いてるわけですよね。やっぱりね、7点リードされて出てくるピッチャーなんですね。高めのボール、これはセンターほとんど動かず、センター柴田、柴田、2アウトとなりまして、バッターボックスには杉浦が入ります。だけどこの自分の選手の人たちっていうのはみんな、こうなんかバターボックス入るにしても何にしてもなんかこう雰囲気ありますね。ですね、特にまあクリーンアップ打ってるせいもあるんでしょうけどね、バッターボックス外さないでサイン見てますから、ね、だからテンポいいわけですよね。そうですよね、おっしゃる通りもバッターボックスは出ないですもんね。出ないですよ、まあ、あそこが戦場ですからね、はい、バッターのね、戦場から離れないですよ。杉浦に対してはストライクを先行させてきています。この回トップの若松にセンター前にヒットを打たれました塩月ですが、怖い4番の大杉、5番のマニュエルと打ち取っています。そして5番の6番の杉浦、やっぱりいいバッターだったんですね。インサイドのスライダー ね、あれボールのスライダーね、芯で打つんですからね。首位攻防、ヤクルト巨人の24回戦、試合は今6回の裏、ヤクルトの攻撃を迎えております。一方的なゲーム展開になりまして、現在7対0とヤクルトが大量リードしております。怖かったです。若かったしね。こう、なんですかね。これ我々もう言い訳できませんから、聞いてこう結果を出すしかないんでね。いい結果を出す、まあ、ように一応心がけたんですが、やっぱり失敗とかするとですね、まあ簡単によくやられましたから、まあ怖かったです。やっぱり怖さでしょう。自らやっぱりこう選手にもね、した激励してましたんでね、その当時大きな声で。今はですね、直接はもう全く言いませんから選手に、まあ、コーチを通じてですか、今言いませんから、
まあ、どこが変わったって言ったらその怖さが一番でしょうね。そうですね、やっぱりこう僕もまあ1年目から使ってもらったんですが、やっぱりこう何ていうんですかね、年齢層っていうかな、うん、あのやっぱり主力選手がベテランが多かったので、まあ、やっぱりこう少しバテたっていうかね、スタミナ面でそういったところはありましたけどね、まあ、ピッチャーも含めてですね、まあ、そういう部分ですね。再び神宮球場です。ヤクルト巨人の24回戦は一方的なゲーム展開となりまして、7対0でとうとう7回の表までやってまいりました。立ち上がりの鈴木のピッチングから見て、荒川さん、このここまで鈴木が持つかなという、ね、感じがしたんですがね。本当にそうですよね。1回でもってね、何点取られるのかと思ってね、全部心配したんですよね。あ、それがやっぱり、まあ、運が良かったっていう以外ないでしょうね。あ、そうですか、はい。さて7回の表ジャイアンツの攻撃は2番の高田からという高打順であります。なおこの回から先ほどデッドボールを受けました大杉に代わりまして、一塁には伊勢が起用されております。そしてバッターは高田という場面であります。ただですね、はい、鈴木がどうもこのやはり後半に入ってからなんとなくピッチングにあの威力がなくなってきましたもんね。そうなんです、スタミナ不足ですからね。あーはーはー。でまた3日間の休養がないですから、ちょっと難しいですよね。あ、そうですね。だからこれ一人で投げ切るっていうのはね、まあ、まだあと3回あるんですからね、はい、まあ、非常に、まあ、難しいと思いますよ。そうですね。この回はお目当ての王選手にも打席が回ってまいります。2番の宝からでやります。カウントが1エンド1。おっとピッチャーゴロ真正面です。これでワンアウト。さあバッターボックスに王であります。山田さん、はいはい、今あのピッチャーゴロに倒れた高田選手ですけどもね、はい、先ほど出てきましてね、今日の鈴木、それほど球のキレも良くないし今まで最低の出来なんじゃないかなということを言ってたんですね。あーはーはー。しかしそれを打ち崩せないジャイアンツ打線といった感じですね。あ、そうですね、はい。まあ、アンラッキーな面も荒川さんあるんですけれども ね、 そうですね。だから結局ね、狙い球が悪いっていうか狙いどころが悪いですよね。あ、そうですね、ジャイアンツ打線はちょっとこう狙い球が悪かったような気がしますね。さあバッターボックスに王が入りました。おっと初球出たか、ファールであります。5万5000の大観衆が総立ちになりました。すごい大きかったですね、今の。大きかったですね。だいぶ上の方行きましたよ。思い切って狙ったですね。あ、まあね、キャッチャーも思い切ってインコースを突かしたんですけどもね、それを待ってましたとばっかりに打ったんですけども、ちょっと早く開いたんですよね。あ、そうでしたね。しかしあの今シーズン王選手 の、 あの初球ホームランというのがあるんですけれども、はい、あの私調べてみましたらね、300号、400号、500号、600号、700号といずれも初級なんですよね、ホームランがね。そうですか、クリリンとかね。そうですね。今のも大きなファールでした。まあ、鈴木投手としては7点取ってもらってますからね、はい、ですからやっぱり思い切って勝負っていう風な気持ちなんでしょう。あ、そうですね。これはボールです。ワンツー。ただ王選手がですね、はい、いつもあの好調な時には来た球をね、はい、ただ打てばよかった、はい、だけど相手のことを考えると荒川さん言ってましたね。そうですね。さあカウントがワンストライクツーボール。これはファールです。800号まであと2本。まあ来た球を打つっていう風にね、もうそういう風にできるときには最高なんですよ。 無心ですよね。うん、無心ね、無心にパッてこうバットが出ちゃうんですよね、はい、それがいいんですけども、やっぱり自分が意識して締めたと思ったりなんかしたときは今みたいにハールになっちゃうんですよね。あ、そうですね。あの後楽園で安田投手から打ったね、あの、はい、ジャンボスタンドに出たホームラン、これでもうきっかけはつかむかなと思ったんだけど、またそうですね、よくありませんという風に言ってました王ですが、だから今年はなんかそのきっかけがつかめないんですよね。きっかけをつかんだと思ったらやっぱり自分で納得できないんでしょう。あ、
そうですね、我々から見ればもう絶対だと思ってるんですけどもね、はい、あっとフォアボールでやります。まあ、調子は悪くないんですよ。あ、そうですよね、今日だってこうやってフォアボール3つ取ってるんですから ね、そうですね。まあ、しかしあの初球のあの大きな当たりで鈴木選手もちょっとびっくりしたんですかね。そうですね、ですからね、ヤクルトは非常にそういう点がいいんですよ、第一戦もそうですよね、松岡投手はね、その王選手を2つ歩かしてるんですよね、はいはい、それは帰ってよかったような感じしますね。あ、そうでした ね、さあワンアウトでフォアボールの王、バッターボックスに張本が出ました。これで荒川さん、ジャイアンツのフォアボールは7つですね。そうですね、ですからね、この間の第1戦のね、あのやるこのシリーズの第1戦ね、はい、松岡投手もあれ確か6つぐらい出したと思いますけどね、はいはい、そういう風にね、うまく散らばってるんですよ、ボールが。これは大きいが、またファールでやります。同じようなところ行ったですね。同じようなところですよね、さあ今のバッティング見てみましょう。ちょっとボール気味かもしれないんですけどね、逃さず打ってんですけどもね。はい、ということでですね、映像がちょっとここまでということなんですが、試合の方は7対5でヤクルトが勝っておりまして、ゲーム差というのがですね、この段階の首位巨人に2ゲーム差に迫って、ヤクルトが、まあ、この辺りからガン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 いったというね、そんな感じの試合になったわけなんですが、はい、あの王さんの第4打席までご覧いただいて、まあ、フォアボールが多かったんですが、大きなホームランね、あれやっぱり、はい、あれヒヤッとしたでしょうねちょっとファールでしたね、やっぱりね、だけどだいぶね、各チームのピッチャーは打たれ慣れてることもあるね。 あまたやられたかっていう気持ちになりますよ、これ人間本当はいけないんだけど、まあ、そう800本も打った人ですよね。そうそう、だから結構打たれてる人多いんですよ。やっぱりやられちゃったっていうね、しまいにはね、諦めがついたような感じもあったですよ、あの人に打たれちゃしょうがないと、今のあのね、イチローにヒット打たれてしょうがねえよっていうのと同じようなもんだと思うんですよ。結構ありますもんね。ありますよ、それは、はい、それからあのよくその当時、まあ、Oシフトなんていうのも生まれて、はいはい、やっぱり相当こうね、守備位置ちょっと今見てもびっくりするぐらいのシフト、ずっとね、他のチームやってましたね。あれね、僕の記憶間違ったらごめんなさい、はい、広島が始めたと思う。確かそうでしたね。そうですよね。そうですね。うん、それでね、あの多分ね、あの川上さんとか、はい、まだもう亡くなった牧野さんね、はい、あの人たちがね、荒川君もそうかな、はい、サードも空いてんだっての、うん、サードへゴロ打ちはヒットなんだからサードがショートの位置にいるんだから、ね、はいはい、そうですよね。お前それでね、打率稼げと、でチームもそれの方がいいし、はい、そうやってね、自分のバッティングを少し崩して打てや、サードの方へ、レフトの方へって言ったら絶対効かなかったね。あ、なるほど、ノーと言ってたね。だからあの人、首脳陣に反抗した第一番目ですよ。そういう意味ではそうかもしれない、ね、そういう意味そうですよ、打てっていうのに嫌だって言ってんだから。確かに三遊間の真ん中にサードいましたもんね。そうですよ。でショートがね、セカンドベースの後ろにいて、で外野だってね、センターとライトの間に3人集まってんの、うん、レフトがセンターのところ、そうですよね、ガラガラなんです、うん、であそこ行けって嫌だ。結局あのシフトよく考えたらヒットはいいっていうことなんですもんね。ヒットはいいんですよ、うん、で大体打球がみんなライトかセンターからライトしか来ないから、こっちはガラガラにしておけということで、だけどね、極端に言ったらね、これ落ち合いが言ってたんですけど、あの人はヒットゾーン15度しかないで、それで打ってて三冠を取ってすごいって言ってましたね。15度、ファーストのここでしょセカンドのベースでしょ、ここの間しかヒットがほとんどないし、そこばっかり打ってたで、15度しかヒットゾーンがないのにホームランバカバカ打って、あの人はすごいって言ってました。まあ、確かに野手の上抜けていくのは相手チームは何もできないですもんね。そうですよね、続かないですよね。そうですよね、まあ、あのこの試合のあと2日後に実は800号などを打つわけなんですが、トータルで打った試合のホームランの数を考えても、はい、やっぱりすごい選手ですよね。すごい選手ですね。それでよく俺、オーボールとか言ってた。ああ、はいはい、ありましたね。オーボールとかね。あれ僕、アンパイアに聞いたの、オーボールとか長島ボールっていうの、ね、見逃すなんかボールになっちゃう。ボールになっちゃうっていうの、ね、で、アンパイアに聞いたらね、正直に誰にも言わないからって私言ったんですよ。したら言ってますけどね。まあ、事故ってことで。その人たち全部もうやめてますからね。したらね、ワンちゃんも含めてね、ダッと来て際どいところにグワッと来るんですって、はい、でグワッとボールの球道をね、ブワッと見るんですって、うん、で打つ形を全然崩してないんです、はい、
ストライクなら打つよっていう感じでぐわっと見るんです。で目が鋭いんですよ、ワンちゃん特に。今でも鋭いですよね。鋭いでしょ、はい、あれ見たらね、手が上がらんって言うんですよ。いや本当にそうなんですか。ここでね、ストライクかなと思って振ってみたらぐわっと体ついてこられて、この人たちがボール打たないならボールだろうというのが、ね、頭へ来るって言うんですよ。まあしょうがないってことでしょうね。だから結局ね、あの長嶋さんのミスターの時もそうらしいですよ。あの人は自分でボールって言った人ですけどね。ボールって。あれ